スーパーファミコン専用のスーパースコープライトガンとは、コンピュータのポインティングデバイス、あるいはアーケードゲームやゲーム機のコントローラの一種。日本では、ゲーム機用、ライトガンの通称として、ガンコンという和製英語での呼称が一般化しており、主にガンシューティングゲームに使われる。ライトガンや、そこから派生したライトペンは、 マウスの発展やディスプレイ技術の変化により最近ではほとんど使われない。ライトガンは基本的にはブラウン管モニターでないと機能しないのである。世界初のライトガンは1930年代、光電効果を用いた真空管が開発された頃に登場した。それがアーケードゲームに使われるまで時間はかからず、1936年に、 シーバーグレイヨーライトというゲームが登場している。この頃のライトガンを使ったゲームは、動く標的に光電管が装着されていて、プレイヤーが光のビームを発する銃でそれを狙うものである。ビームが光電管に当たると命中と判定される。ブラウン管を使ったライトガンは、これとは全く逆に作用する。センサは銃に組み込まれていて、ブラウン管の表示制御と合わせ、 銃の狙っている先が光ったタイミングを検出する。これは構造的に細くできるためライトペンに分化した。ライトペンは1950年代のリアルタイムシステムを目標として研究されたコンピュータールウィンドで開発され、それをベースとした冷戦の実戦防空システムであるサージュに実戦投入された。1966年、 セガ発の世界的ヒットとなったアーケードゲームペリスコープにも紙に描かれた標的を狙うのにライトガンの原理が使われていた。ペリスコープは初期のエレメカゲームであり1回のプレイ料金が25セントとなった初めてのアーケードゲームだった。セガの1969年のゲームミサイルは電子音と動画をスクリーンに投影する方式を 採用し、1972年のキラーシャークでは、え付け型ライトガンでサメを狙うのだが、ターゲットは後方からスクリーンに投影されている。任天堂 t e n は1970年にビームガンをリリースし、1973年にはレーザーアクレイ射撃システムをリリース。1974年にはアーケードゲームワイルドガンマンをリリースした。1975年、 セガは二人協力プレイ型のバルーンガンやバレットマークをリリースした。ゲーム機用ライトガンは銃の形態でディスプレイ上の物体を狙うのに使われる。フィードバック機構によって火薬式の拳銃の発射時の跳ね上がりを再現したものもあるほか引き金以外のボタンを備えるものも見られるが、このあたりの事情に関してはガンシューティングゲームの功を参照。 ライトガンはアーケードゲームでは一般的だが家庭用ゲーム機ではやや表示機材を選ぶ。小型のテレビでは使いにくいプロジェクターや液晶ディスプレイプラズマディスプレイではライトガンが使えないという問題もあったがプレイステーション3用ゲームタイムクライシス4に同梱されるガンコン3で液晶ディスプレイやプラズマディスプレイに業界初対応した。 コンシューマーゲームでは追加のコントローラーを購入する必要があったり、ライトガンが汎用的でなく通常のコントローラーの代わりにはならない点など普及しにくい要素も見られる。ただコンシューマーゲームのオプション機器扱いという部分に関しては任天堂の Wii において標準コントローラーがトリガーボタンを備えるなど2006年よりやや状況が変化している。 以下に、主なライトガンを挙げる、その他の家庭用ゲーム機にもライトガンは存在した。ライトガンを使用するゲームとして、タイムクライシスシリーズ、バーチャコップシリーズ、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドシリーズ等がある。Wii リモコンは、この技術の光景と見ることもできる。Wii リモコンは、ブラウン管以外のディスプレイでも問題なく使用でき、標準のコントローラーとなっている。通常のコントローラーとしても、 ライトガン的なコントローラーとしても使用可能である。また、w i ーリモコンとヌンチャクを組み合わせ、ライトガンとして使用するアタッチメント w i ーザッパーが2007年10月より発売されている。ライトガンは名前の通り光を使ってディスプレイ上の狙っている位置を検出する。名前からは銃から光のビームが出ているかのように思われるが、実際には ライトガンは重心内のフォトダイオードで光を受け取る。当たり判定の方法は2種類あるが、基本的概念はどちらも同じである。すなわち、銃の引き金が引かれた時、画面が一瞬だけ黒くなり、フォトダイオードは受光待機状態となる。その後画面上のターゲットの部分だけが白く表示されることで、狙いがあっていれば、ダイオードがそれを受光して、 コンピュータが当たりを感知できる。これは一瞬であるため、人間の目にはそのように表示が切り替わっていることは感知できない。最初の手法は、ニンテンドの光線銃シリーズで使われたもので、画面が黒くなってからターゲットを順次白く表示していくものである。コンピュータはダイオードが受光したタイミングとターゲットを表示したタイミングから、どのターゲットに当たったかを判定する。 N 個のターゲットが画面にある場合は2分探索によってこの過程を短縮する。最初の1回のリフレッシュでターゲットすべてを表示してどれかに当たっていることを判定し当たっていた場合にはその後最大ログ2回でどれに当たったかを判定する。この方式では設計がいい加減なゲームではライトガンに別の光を当てておくと引き金を引くたびに必ず 当たりと判定されるという興味深い現象が発生する。うまく設計されたゲームでは全ターゲットが当たりとなっている場合を検出したり、完全に画面が黒くなっている時でも光を検知しているかをチェックする。次の手法は、ナムコのガンコンやコンピュータ用のライトペンで使われている、もっと成功で正確な手法である。この手法は、ブラウン管の表示方式に依存している。 ブラウン管は電子線の操作によって表示を行っている。これを高速に行うことで人間の目には一枚の画像として認識されるのである。プレイヤーが引き金を引いて光を感知したとき、コンピュータは電子線がブラウン管上のどこを照らしているかを計算してライトガンが狙っている位置を求める。あるいはビデオ信号をライトガン側にも渡して、 ライトガンの中で位置を計算する方式もある。ライトガンが狙っている位置がわかれば、当たり判定は簡単である。この種のライトガンは赤い光を無視する。赤の蛍光物質は、緑や青よりも光っている状態が長く続くためで、ある。また、当たり判定を正確に行うため、ゲームによっては引き金を引いた、際のフレームだけを全体的に明るく表示するものも、ある。 プラズマディスプレイや液晶ディスプレイ、プロジェクタでは操作は行わずに画面全体を一斉に書き換えるためこの方式は使えない。ターゲットの順次表示方式のライトガンにはビデオ信号に対して正確に位置が分かるほどの精度を持たないものがあるが上の両方の手法を組み合わせて用いることで精度を上げることができる。まず画面を明るくして反応時間を確認する。 この時、コンピュータ側は、どの水平操作線がライトガンで狙われていたかを把握するが、ピクセル単位の位置までは求めない。この程度であれば、高速なタイマは必要でなく、せいぜい 15kHz 程度である。ピクセルを判定するには 5MHz 程度の精度が必要となる。これに順次表示を組み合わせて、当たりを判定する。ブラウン管以外の表示装置にも対応できるよう。 新たな手法が開発された。画面付近に複数の赤外線発光装置を配置し、ライトガンには赤外線センサーを装備する。引き金を引くと感知した赤外線の強さが本体に通知される。この強さは画面からの距離と角度によって決まるため、角度を検出するセンサーがライトガンに組み込まれている。これらの情報から三角関数の方程式を解くと、 画面に対する赤外線センサーの三次元位置情報が計算できる。さらにセンサーの向きに従って画面まで線を引くと狙っていた位置がわかる。これを単純化したものがアーケード機で一般に使われている。その場合、角度センサーはなく4つの赤外線センサーを使用する。しかし、これは角度や距離が一定の範囲にないと正確な位置を計算できない。また、 別の方法として、三つ以上のそれぞれ波長の異なる赤外線発光装置を使う方法もある。この場合、三つ以上の赤外線の強さの情報が得られるので、角度センサをライトガンに装備する必要がない。逆にセンサを画面付近に配置して、ライトガンに赤外線発光装置を仕込む方法もあるが、位置の計算手法は同じである。最近のアーケードゲームには、 この種の方法が採用されている。なお、Wii では本方式が簡易的に実装されており、付属するセンサーバーもセンサーではなく赤外線発光装置である。一方、Wii リモコンには赤外線カメラが内蔵されている。同様の技法はガンコンさんやアーケードゲームでも採用されている。アーケード筐体内の CCD カメラで、 ガンコントローラの赤外線を常時読み取る。クライシスゾーン、バンパイアナイト、タイムクライシス3にて採用。現在研究が進められている方式。ユーザーが引き金を引くと、ほんの一瞬だけ、画面上の表示が白と黒のピクセルの一見ランダムな並びに置き換えられる。ライトガンには高解像度だが視界が狭くピクセル数の少ないデジタルカメラが内蔵されている。 暗号化されたランダムドット画像を捉え、その内容から画面上のどの位置に狙いが向けられていたかを求める。ライトガン互換ハードウェア神殿ライトガンが採用したことでも知られる。据え付け型の銃はアーケードゲームでよく見受けられる。筐体上の回転台に据え付けられたものであり、その動作原理はライトガンとは全く異なる。据え付け型は効果であるが、 保守点検や修理が容易という利点がある。一種のアナログジョイスティックとして機能し、立ち上げ時に構成が必要である。初期の例としては、セガのシーデビル、対等のアタックとクロスファイアー、ニンテンドーのバトルシャークなどがある。据え付け型の銃を使っているアーケードゲームとして、サイレントスコープ、スペースガン、オペレーションウルフなどがある。もっとも、 据え付け型であってもライトガン方式を採用したアーケードゲームもある。ありがとうございます。